なだよ。アルトだよ。なんか、ゆなが悩み事があるって言うて。はい、そうなんですよ。もうすぐ卒業ですよね。ね、この6年生はね、はい、それで、卒服が決まらないんですよ。2着買って、おお、はい、2着買ったんすか。はい、すごいよ。決まらないんですよね。あ、どっちもいいなって。だから、ティアランズのみんなに決めてもらいたいと思って、今日は持ってきました。すごい、ティアランズのことに決めてね。迷って2着買うのがすごいよ。すごいよね。一緒に一度のね、一大イベントですね。そう、だからティアランズのみんなに選んでもらおうということです。投票だね。投票です。こっち投票。じゃあガチで投票して多い方を切るってことで OK？ はい。ティアラチャンネル A の服。お、かわいい。かっこいいよ。こっちますね。これはジェニーラブの卒服です。いいね。ストライプだから、そうそう、かっこよくシュッて、ね、うん、それでスタイルがよく見えるし、そう、かわいいね。スタイルがよく見えて、うん、シンプル。確かに。で、周りに埋まらない。確かに。かっこいいよね、これ。かっこいい。でも、ここの襟がいいね。しかもここにヒラヒラのスカートが。ほんとだ。あ、ほんとだ。ここが広がってるから、足が細く見える。うん。このね、生地がね、クッションなの。そうそう。だから、あったかい。痛くならない。うん、あのね、イルカショーのウェットスーツみたいな。あったかさ。わかる？どんな例えやねん。長時間座っとっても、痛くならない。うん、卒業式はお尻疲れないとか。疲れない。ね。では、じゃあ2着目。え、なんか、卒服って感じの。なるほどね。みんなこんな感じの企業ね。これはピンクラテで買いました。お、ピンクラテ、いいね。これもこれで可愛いんです。チェック柄で可愛いね。はいはいはい。なんでかしこまった。こっちはスカートで、うん、スカートで、こっちがズボンです。パンツスタイルとスカートスタイル、カジュアルか、そう、決まらないんだ。どっちも可愛くて、みんなに決めてもらいます。はい、はい、これが B だね。これが B。 A か B。 B、キノコかタケノコかみたいな。はい、キノコかタケノコ。じゃあガチでコメントで、はい、はい、みんなにティアランズの子たちに書いてもらって、はい、集計して、はい、多い方で、はい、卒業式で、卒業式で、はい、切るということで、うん、みんなの思いも乗せてくるね。で、うん、こっちが B。 なんか理由も書いてくれたんですよね。なるほどね。理由もあると分かりやすいというか、うん、はいはいはい。でもさ、もしも50-50 とかだったらどうして。100人じゃあ、半分ハサミで切って縫い合わせて、こう新たなおしゃれやね。チキン、こっちさ、でも半分になることはないでしょ。まあ、半分になった時はコメントを見て、うん、あ、いいなって思う方に、ね、ちょっとの差で決まるかもしれない。それじゃあ、チェンジ、衣装チェンジ。